ニコライチャイコフスキーチャイコフスキーガン、または大宣伝協会は、ナロード二級運動弾圧の後に作られた、ロシアの秘密結社。1869年、マルクナタンソン、オリガナタンソン、ニコライチャイコフスキーが、サンクトペテルブルクにて、チャイコフスキーガンを結成。設立当初は、読書会、書籍配布のための組織であった。ついで、 ナロードニキ運動を再発させる形で、団員たちは農民や労働者の紛争で、その中へ入っていく。中期は、啓蒙を目的で、集団農場や工場が作られ、そこで、貴族や、不合の指定が農民や労働者と一緒に汗を流した。ソフィア・ペロフスカヤは、貴族の娘でありながら、職人の妻という触れ込みで、木綿の頭巾に、 木綿の衣装、男物の長靴を履いて参加した。ネバ川カラオケに水を汲んで運びさえした。宝石工場で惨めに働く女行に混じり、1日16時間も働く女子大生もいた。セルデュコフという大学生は、砲兵交渉に潜り込み、そこで読書会を組織した。機械工は、賃金が良かったので、あっという間に教養が身についた。バックル。 ラッサール、ミル、ドレーパー、シュピールハーゲンらの名が、彼らの口をついて出た。弾圧を受けると、秘密の連絡網を作り、逮捕された同士の脱走を計画して実行した。ピョートル・クロポトキンの脱走時には、辻々に見張りを置き、関係が追いかけてこれぬよう周辺の馬車をすべて借り切り、計画が実行された。その人員、予算を思うに、貴族の指定ではなく、 すでに遺産を相続した貴族そのものが多く在籍したことを伺わせる。後期になると各地に支部を作り連絡員を配し支部ごとに活動を行うようになる。関係に見つかるとその支部は廃してメンバーはよその都市へ移動する。危険が大きい場合は外国へ亡命する。この体制は後の革命組織に継承されている。 主要メンバーは、後の土地と自由、人民の意志と重なる。後になるほどテロリズムを施行するのは、政府が言論を弾圧したためである。ありがとうございます。